しのさんです。で彼女とこう出会ったのは去年の3月で、僕がこうもう一度こう歌ってみようそう決めて、でこう再出発のコンサートを開いた時にね、この佐藤さんね、佐藤さんがこうお祝いだからって言ってね、こう赤飯をね、赤飯をこうパックに詰めて来てくださったお客さんに配ってくださったんですね。そのパックを見ててね、寂しいなと思ったかどうか知りませんよ、ね、頼んでないんですよ、頼んでないんですけど、だけどそこに一枚一枚私の気持ちをね、こう書いてるんですが、一枚一つ一つに書いてね、50人ぐらいでしたね、こう一つ一つ書いてくださって配ってくださったんですね。で私かつて筆文字なんてことを書いてね、自分で自筆の、まあ、今はねこう手先が微妙に触れるもんですからね、こう文字を書くのが難しくなってるんですけど、そのね、こう、まあ、そう前で僕が書いていた文字はねこんな感じ、行くぞーという文字をね書いていたんですけど、その時にこう初めてこう己書っていうふうにこうそういう話をですねこう見てね、もう丸くね、もうまるでね猫がそこにこう寝てるような、そんなような思いがしてね、あこの書とね一緒にやりたいと思ったんですよ。自己紹介、皆様こんにちは。ご紹介いただきました一般社団法人日本己書道場古希道場師範の蟹江幸男と申します。今日は貴重なお時間をいただきました。どうもありがとうございます。己書ってね初めて聞いた方もいらっしゃると思いますので、ちょっと説明の方をさせていただきます。己書とはですね、今日はちょっと筆で書いてるんですけど、いつもこういう筆ペンを使って自分が好きなように、もう書き順とかみんなバラバラで、好きなように自分が思うように書く、自分を表現できる書ということで、己の書ということで己書というふうに名付けられました。今では全国に800人ぐらいの師範がいて、全国で活動の方をさせていただいてます。私もここアンハピネスさんで月に1回5年前からですね講座の方をさせていただいてます。と一応ねお題があるんですけども、まあ、それを見て真似て書くのもよし、それをアレンジして自分なりに書いていただいてもよし、本当にねルールとかはなくって好きなように書いていただいてます。完成した作品はもう本当に個性豊かで、誰をそれをね責めたりとか否定することはなくって、みんなね人それぞれにすごい認め合うんですね。嫌な褒め方じゃなくって、この布の字がいいよねとか、この色使いがいいよねとか、そういうふうにその人その人をすごい皆さん認め合うんです。それがこう自分にも自信につながるし、こうどんどん笑顔があふれてとっても素敵な時間が流れていくっていうのが己書の醍醐味かなって思っております。と私の母がですね、私本当に字がすっごい下手なもんですから、あなたこの己書ってねこう字が上手とか下手とかよくわからないからぴったりじゃないってねよく褒められます。確かにそうだなと思うんですけど、特に字のコンプレックスがある方、己書もう適格もうね適任ですので、ぜひ一度やってみてください。最後になんですけども、私の父がですね会社を設立した時に幸せの輪を広げようっていうのがスローガンでした。それを見て私は育ってまして、偶然にも私の名前が幸せの世界という名前で幸男と呼びます。私は生まれた時から幸せの世界を作るために生まれてきたんだって勝手に思ってました。だから今己書を通じてこうどんどんね幸せの輪が広がっていたらいいなっていう信念で活動の方をしております。今日も皆さんとね楽しい時間を共有して、ここが幸せの輪が広がりますように精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。先ほどの歌うだけのこれがどこ行っちゃったんでしょうか。どこ行きましたね。ありがとうございます。はい、3人目紹介したいと思います。ピアノ